お前が欲しかったぜって感じ。公式コモチャンネルそばガイドツアー、いっ勝負。イエーイ。はい、帰ってきてください。え、あっちですよね、ヘリポート。ちょっと今着陸しようと思って。そうなんです、ここはヘリポートがあることで有名なそば屋さんです。すごい、ヘリポートがあるおそば屋さん。味もバッチリです。じゃあ今日も張り切っていきましょう。行きましょう。どうしますか。いつも通りせいろそばですかね。もちろんせいろそばです。今ちょっと見つけちゃったものがあって、そばアイス。珍しいですね。はい、じゃあ注文しますか。ちょっと食べてみたいな。注文しますか。10店舗頑張りましたし、今日で11店舗目。はい、じゃあお祝いですね。食べましょう。よっしゃー。せいろそばと、あとそばアイスお願いします。はあ、うん、うんうん、ポリポリだ。ありがとうございます。綺麗です、そばが。いただきます。じゃあ、あ、そばが白いです。すごく綺麗ですね。美味しそう。美味しい。すっごいツルツルで、これまで食べた中でも一番ぐらいコシが強くて、麺に噛むなって言われるんですよね。ついに麺の気持ちが聞けるようになってきたんですね。はい、さすが10店舗を超えてくると。噛もうとしても押し返されるみたいな。だからもう飲み込むためのツルツルなんだって思います。さすが、そばは飲み物ですからね。はい、これ飲み物です。すごい分かんなそうな顔をされますね。つゆはどちらかというと辛めですね。色も濃いので、一応私なりにすすって出汁の香りをってくるなって。そういえばすごい景色いいんですよ。いつも市街地から浅間山を見上げるのとは違いますよね。またすっごい気持ちよくて、そばも余計美味しいのかな。ラストです。うん、完食です。美味しかった、そば湯を。いい香りがする。うん、美味しい。つゆの出汁の香りもするし、そばのとろみもあるので美味しいですよ。お腹いっぱいだな。じゃあアイスやめますか。やめませんよ。やめません、やめません。全然別腹なので。いいですか、じゃあお願いしてきて、はい、お願いしてください。しゃあ、すいません、アイスお願いします。お、歓喜のダンスですか。恥ずかしい。楽しみ。アイス。あ、いいですね、つぶつぶが見える。合いますね。つぶつぶしてます。結構そば感じますよ。そばそのものの味っていうか、香ばしさが結構強いですね。食べてほしいです。うんうん、
ない。気づいてましたよ。最後何も言わずに一口でいくなと思って。美味しかったです。ない。ないもんはないですね。そうですね。ポリポリのおかわりが来たので。本当ですね。また来ました。ああ。このセットになってるの分かりますね。甘いアイス食べて、そこにこのポリポリの塩気がちょうどいいんですよ。お前が欲しかったぜって感じ。ごちそうさまでした。満足していただけましたか？もう非常に大満足でございます。さて、はい、来週は、ダダダダダダダ、江川さんです。どう？ん？全然知らないです。行ってみましょう。はい、じゃあ来週もよろしくお願いします。お願いします。今日なんかいろんな形でそば食べられましたね。そばもアイスもポリポリもそば茶も美味しかったですし、なんか全部それぞれの美味しさがありました。美味しいのはもちろんですが、景色も本当に気持ちよくて、季節ごとで全然違いますよね、きっと。あの景色違いますね、うん、だから雄大な景色を眺めながらそばを食べたくなったら、ヘリじゃなくても駐車場も広いので、皆さんいつでも来てください。お願いします。